タケラジ公式アプリズームタケラの Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。タケダ塾チャンネル。皆さんこんにちは、タケダ塾教務の高田です。タケダ塾小田原高校社長の岡村です。岡村先生、今回ちょっと僕タケダ塾小田原校へお邪魔しまして、岡村先生と一緒に受験相談 SOS を取れたらなと思うんですけど、皆さん同じ日にですね、タケダ塾小田原校の校舎紹介動画が上がってますんで、特に小田原周辺にお住まいの方はぜひ皆さん見てください。岡村先生、今回全国の受験生に伝えたいことがあるというふうに聞いたんですけども、今日話したいことってどんなテーマですか？今年の受験っていうところが、うん、共通テストとかコロナの影響とかっていうところで結構情報戦だなと思ってて、その中でも、はい、やっぱり多くの方が受けるであろう、はい、マーチの共通テストによる変更点っていうのを紹介したいなと思います。うん、これね、本当に知らない子多いですよね。多いですね。はいはい、まずどの大学が変わるんですか？まずですね、立教大学さん、はい、まあ、多くの学部で英語の試験っていうのが個別の試験なくなって、はい、共通テストの英語の点数っていうのを利用する形になります。うん、今までは、英語、国語、社会もしくは英語、国語、数学って形で文系の子を受けてたものが、英語は立教独自の試験じゃなくなるよ、共通テストに切り替わるよってことですね。そうですね。立教の今までの英語と共通テストの英語の違いみたいなものを岡村先生からお伝えしてもらってもいいですか？はっきり言ってしまえば難易度の違いっていうところがあって、今までの立教大学さんの、はい、まあ、英語の方が、はい、まあ、単語であったりとか構文とかっていうのも難しかったので、共通テストの英語の方が正直難易度は下がるんじゃないかなと思います。結構受験生は楽に構えてていいみたいな。そうでもないかなと思ってて、まあ、配点とかっていうのが、はい、まあ、共通テストとセンター試験が大きく異なっていて、まあ、リーディング100点とリスニング100点っていう形になって、結構リスニングの対策とかっていうのも非常に重要になってくるので、まあ、次第志望の子って今までリスニングなかったですからね。そうですよね。リーディングの方とかもなんか注意点とかありますか？まあ、基礎的な単語だったりとか、まあ、結構基礎力がより問われるような形式になってるので、まあ、今までの試験と比べると、まあ、結構高得点取らなきゃいけないかなっていうのが難しいところです。今までセンター利用入試でマーチの合格点ってまあ9割とかやったりするわけじゃないですか。で、立教を受ける人が全員共通テストになりますよってなった時にボーダー、まあ、ちょっと初年度なんで読みづらいんですけど、はい、めちゃくちゃ高くなりそうですよね。そんな8割とかってことはないですよね、多分。いや、もう9割とか必要かもしれないですね。ですよね。まあ、それだけ共通テストになる分高得点勝負だし、リスニングが重要だし、共通テスト対策が大事だよってことですね。そうですね。わかりました。はい、国語とか社会、国語と数学みたいな他の教科はどうしましょうか？まあ、他の教科は、はい、まあ、やはりこれまで通りというし、さらにその共通テストでの点数の差っていうのがつきづらくなるので、よりしっかりと対策していかないといけないかなと思います。まあ、英語は例えばね、武田塾のルートでいうと日大レベルまで終わらせて共通テスト対策やればいいけども、国語や社会はちゃんとマーチレベルまでやっといてね。そうですね。なるほど、わかりました。他も変わる大学ありますか？他に変わるのが青山学院、はい、多くの学部でまた同じように共通テストを利用するんですけど、はい、またちょっと変わってくるのが、使う科目っていうのは英語だけじゃなくて学部ごとに違ったりします。この学部ってこういう受験方式だよみたいなのって一番有名な受け方で教えてもらってもいいですか？はい、文学部の日本文学科とかってなると英語と地理歴史っていうところで、まあ、共通テストを利用して、さらに個別の試験で国語を受験する必要があります。なるほど。共通テストが2科目、英語と社会。はい、はいはい、まあ、教育人間科学部の心理学科とかってなると、英語と国語を共通テストで使用して、さらに小論文が必要になってくる。それ独自のってことですね。そうですね。なるほど、なるほど。受け方違いますね。もう一個いきましょうか。あとですね、法学部の法学科。はいはい、まあ、こちらですと、英語と国語必須で、さらに地理、英語と国語は共通テスト、独自共通テストですね。共通テストで、はいはいはい。で、さらに地理、歴史、公民っていうところと、あと数学ですね。この中の選択の科目を共通テストで受けて、じゃあ3教科まるまる共通テストで、はい。で、さらにですね、まあ、この独自問題っていうのも、まあ、国語であったりとか地理、歴史っていうところの総合問題みたいな形で、結構特殊な形で出てくるので、どんどん今紹介した学部でもそれぞれ違うかなと。今までだったら
青学私どうしても行きたいみたいな子がいたら、ね、片っ端から受けていけば、はい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 、だいたい対策もそんな大きくは違わないし、ね、どこかしら受かってそこまで進学するってことができたわけですけども、岡村先生さっき教えてくれたみたいな、もうバラバラだと全部こうまんべんなく対策してっていうのが難しくなりますね。そうですね。青学どうしても行きたいって言ったらどうしたいですか。まあ、しっかりと自分が受けやすい方式をちょっと見つけていただいて、もうそこに特化してまずはしっかり学習進めていただいた方がいいかなと。聞く限り立教よりも共通テストのウェイトが多い学部って結構ありますよね。ありますね。共通テスト対策が青学受ける人はめちゃめちゃ大事というか、もう必須ですね。はあ、これ皆さん知ってましたか。私立大学今年2021年度共通テストめちゃくちゃ大事になります。これね、知らずにね対策していると知ってて対策するでまた全然違いますから。小田原校では実は岡村先生もこういう情報を仕入れてて生徒にこういうことやらしてますみたいなことってあったりするんですか。共通テストが結構大事だって分かってる子だったりすると、もう日大レベルまでとりあえず終わらせてから、もう共通テストの対策実は始めてる子もいます。予想問題とかね、もう売られてますからね、はい、それ使って、ね、多分学校とかでそんなないと思うんですよね。みんな知らないじゃないですか。です、ね、僕今生徒と話してて、はい、知らんねやっていうことを思うこと結構あります、はいはいはい。結構情報を知らないまま勉強を進めてるなって方が多いので、うんうんうん、小田原校でもそういうあの志望校ごとの対策もやられてると。そうですね。ということですね。はい、これ今回岡村先生あのマーチに絞ってお話してくれたんですけど、これ2021年度の入試って全国のいろんな大学がもうすごい大きな変更あるじゃないですか。それ私立大学だけに限らず、はい、公立大学に関してもそうなんですけど、めちゃめちゃ変更あるんで、今日の話聞いて、あ、自分は関係ないわじゃなくて、自分の大学も変更してないかとかしっかり調べておいてください。で、今年本当に情報を知ってる人がその情報を生かして対策することですごく有利になると思います。皆さん必ずね、自分の受ける大学の情報を調べておいてください。で、マーチ志望の方、マーチ受ける方は今日のアドバイス参考に、明日から勉強に生かしてみてください。じゃあ岡村先生いろいろ教えてくれてありがとうございました。はい、ありがとうございます。小田原校行けばね、岡村先生と相談行けるので、ぜひ皆さんあの小田原に住んでる人は行ってみてください。はい、今回は以上です。